そいらっしゃいました。お持ち帰りですか、それとも店内でお召し上がりですか。イートイン2名様、こちらのテーブルへどうぞ。ただいまメニューをお持ちいたしますのでお待ちくださいませ。今日のおすすめはトワイニングのアールグレーね。私が気に入って取り寄せた紅茶だから間違いないわよ。ケーキのおすすめはフルーツショートケーキです。ですからアールグレーとの相性バッチリなんですよ。ココナッツ、配達用のケーキ3つ、兄様から受け取ってきてくれる？かしこまりました、しぐれ様。こういう力仕事こそ私にお任せくださいませ。小豆は3つともプレゼント用のリボン掛けね。めんどくせえなあ。よリボン切れそうじゃねえか。たく使ったやつが注文入れとけよな。またまたいらっしゃいませ。ご新規2名様ご案内。あ、シナモン、ついでにアールグレーの新しいのを出してきて。わかりました、ファッションさんのところに行ってきますね。今日もソレイユは張り切って営業中ですと、ブログ更新。しぐれ様、外にもお客様がいらっしゃるので列の整理をしてまいります。小銭も切れそうじゃねえか。ネジのやつはどこ見てんだ。まったくな。兄様、またインターネットで注文が入りましたので予定に書いておきますね。これで今月も半分でノルマ達成です。おめでとうございます。大したことは何も、すべては兄様のケーキが美味しいからです。でも少しだけわがままを聞いてくださるならば、兄弟のたしなみとしてぎゅっとして褒めてくださいますか。兄様、兄様、ゴロゴロゴロ。さっきもブログ更新しましたから、これでまたアクセス増えますね。自慢の猫たちの写真をあげて見せびらかすだけでアクセスが伸びていく。あー、こんなに簡単で楽しい広報活動があるなんて。兄様のソレイユが世界進出する日も遠くありませんよ。おまだまだ絶賛営業中ですが、心配はご無用です、兄様。ほら、ご覧くださいませ。おい、職場に。片方が初期下げたら片方がテーブルセットしとけ。案内ばっか聞いとられてっと、中が回んねえぞ。了解であります、アツニャン。ついでに洗い物もしておく。プルメイは茶と一緒にモンシナが出したケーキ持ってってやってくれ。モンシナはちょっとウレジ頼んでいいか。あたしは外行ってナッツをちょっと休憩入れさせてくっからよ。はいはい、仰せのままに。はーい、わかりました。
誰でも一応長女ですからね。周りを見ることには慣れているのですよ。今でこそみんな手がかからなくなりましたが、みんなが子猫の時はしぐれがしっかりと面倒を見てましたしね。私や兄様がいると怠けてますが、やるときはやれる猫ですから、あずきは。もしかしたら自分が何もしないことで自立を促したのかもですね。あずきはあずきで頭の良い猫ですから。帰り用のケーキカットして小分けにしないと。じゃあ休憩入る前に私がやっとこうか。おいこらナッツ、おめえは不器用なんだから余計なことしなくていいっつってんだろ。とっとと今のうちに休憩入ってこいや。余計なこと、今余計なことって言った？小豆だって無理して高いところの食器取ろうとするくせに、ちっちゃいくせに背伸びして落として割ったらどうするのさ。なんだてめえ、人の身体的特徴ディスんなって、ご自慢の鈴テストで習わなかったのか。その前に人の言葉遣いすら理解できてない小豆に言われたくないね。私とやるつもりなんか？あずきこそやるつもりなの？お店で泣いちゃうけどいいの？上等だこの長毛種が、ワンパンで返り討ちにしてやんぞ。あずきの猫パンチが正面から当たったことなんて一回もないけど。シナモンも仲間だと思われるからやめてくれないかしら。
人様、ショコラの休憩にココアケーキ焼いてください。タキタキ、ショコラは本当にマイペースだね。私の愛すべきショコラ。仕方ないからブログのネタにでもしてあげます。はいはい、残った残った、ファイトファイト。しぐれ、肖像権の侵害だぞ、取るなって。 いくらしぐれ様でもこんなところはちょっと、ね、飛び切り